ての粒子には粒子というのは粒子とほぼ同じ性質を持つんですけども電化が逆の粒子です質量とエネルギーの透過性って皆さん聞いたことあると思うんですけどもそのため光からこの粒子と反粒子というのは必ずペアで生み出されます逆にこの粒子と反粒子というのは出会うと光になって証明するそういう性質がありますこれは結構今日のトークのキーになるんで覚えておいてください 次に宇宙の話をします宇宙はビッグバンでエネルギーの塊から粒子と反粒子が同じ数だけ生まれてスタートしたんですけどもでこの粒子と反粒子ってさっき言ったように十分時間が経つと出会って光になって消滅するんで宇宙には最後光だけが残るはずですただ現在の宇宙っていうのは光のほかに粒子だけが残っているあの宇宙になってますでこのの現在の宇宙を作ろうと思うとと思 この粒子の数と反粒子の数に10億分の1の違いを生み出す何らかのメカニズムが必要なんですけども人類はまだそれを知りませんでクォークにおけるこの粒子と反粒子の違いっていうのはですね小さすぎてこれを説明するのに7桁足りないってことが分かりましたそこで今我々はニュートリノでこの粒子と反粒子の違いをえ観測することでこの宇宙の謎を解明しようとしています で次にニュートリノの話をしますでニュートリノというのは素粒子の1つで、えー、っと電子型、μ 型、タウ型の3種類がいますで。ニュートリノは他の物質とほとんど反応しないので幽霊粒子とも呼ばれていますで。このニュートリノの研究の近年の大きな、えー、っと進展というのが1998年のニュートリノ振動の発見です。ニュートリノ振動で何かというとニュートリノがこう飛んでいく時にある種類から別の種類に変化するあの現象のことで。 2015年にこの発見の業績で梶田さんがノーベル賞を受賞されましたで最後に私の研究の話なんですけども私はですね茨城県東海村でニュートリノのビームを作ってそれを2 9 5キロ離れた、えー、岐阜県上岡町にある水検スキースーパー上岡でで観測する T2K 実験を推進していますでこの実験でですねニュートリノと反ニュートリノでこのニュートリノ振動の仕方の違いを観測することで このの宇宙の謎を解き明かそうとしていますでこれまでのデータからですねニュートニノの振動で粒子と反粒子に違いがあることを95%の確率で示唆できましたただこの素粒子の業界では95%でまだまだ発見には全然足りないんで是非高校生の皆さんにこの素粒子実験の業界に入っていただいて一緒にこの宇宙の謎の発見をしたいと思っています